What's up YouTube? トールです。皆さんこんにちは、お元気されてますか？ちょっといつもと違うとは思うんですけれども、マサというわけでですね、今日は一人です。マサが今週の金から土日にかけて仕事の都合で出張に行ってましてですね、泊まりがけで、なので今日は一人でお送りしております。そう、マサいないの忘れてて、あんまりその計画を全然練ってなかったんですよね。ちょっと今日はやることがほぼない。とはいえアメリカにいますから、なんかしないとね、ということで出かけてまいります。マサ来る前は一人でこれ撮ってたからちょっと新鮮だけどね。今日は一応決まってる予定としては、車の点検に行かないといけないんですね。オイルを交換したくて、最近ちょっと調子が悪いのでその点検もしてもらおうと思っています。その後はちょっとね、買い物をしたいなと思ってるので、なんかちょっといいとこあったらデパートとか寄って、なんかアメリカのサラリーマンの独身アラサー男子の日常こんな感じですよみたいなのがね、届けられればいいと思っています。さあ今日も元気に言っていきましょう。はい、カークリニック井上、井上さんという方がやっている整備店にやってまいりました。さて車を預けたのでちょっと離れます。腹ごしらえでもねしようかなと思いますので、1時間ぐらいお付き合いください。りょうたがおすすめって言ってたハンバーガー屋さんか何かがあるので、ちょっとここで腹ごしらえをしようかなと思っております。 It's an American だよね。オイル交換のあとちょっと寝ちゃって、だけどまだ3時前ということで、いろいろ買い物に行きたいと思っております。ちょっとね、 YouTube のコメントの中に最近多くなってきたのが、何のお仕事されてるんですかっていうお話です。しっかりがっつりは別の動画で、そのりょうたとかも来た時に3人でなんか話せたらなと思ってるんですけど、ちょっとちらっと話せたら。僕は広告代理店、アメリカの広告代理店で働いています。主に日本の企業が、アメリカに進出する際のマーケティング活動をサポートする仕事をしていて、ウェブサイトの制作から SNS を利用した広告の運用だったりとか、コンテンツ制作、あとは CM とかプロモーションビデオの撮影とか、幅広くやってるマーケティングの会社になります。英語に関してでいくと、日系の企業なので日本人が多いんですけど、クライアントも、さっき話したように7割日本人で、3割最近ちょっとアメリカの企業とか増えてきたけど、そういうところがクライアントで、ベンダー、下請けの業者さんだったりとか、自分たちが外注する先のパートナーさんだったりとかは全部、アメリカ人とか、中国の方になりますので、比率でいくと、今は英語4割、日本語6割っていう感じ。英語どんぐらい喋れますかみたいなところでいくと、あんまり得意じゃないです、正直。はい、勉強をあんまりした経験もないので、ある程度っていう感じなんですけど、日常生活で困らない程度には喋ります。ただそんな得意じゃないんです。もう本当にアメリカのお客さんとかと会議をするみたいなことになるんですけど、どういうことみたいなのは結構あります。だから今ちょっと課題ですね。英語力はちょっとちゃんとつけないかなっていう今日この頃です。でも分かる通りそんな得意じゃないんですけど、アメリカで働くことはできます。800点ちょっとしかないんで、りょうたがよく言ってるけど、パッションとやる気、行動力、俺らも結構スッと来ちゃったからね。
どういう風に来たとか、何ビザで来たとか、話はもうちょっとそのしっかりしっかり一本動画撮って作りたいなと思っているので、その他のメンバーもその両さんも含めて作りたいと思っているので、また別の機会にしていければなと思います。参考になっただろうか。はい。というわけで買い物行ってきます。よし、さあ着きました。ここはね、ザ・パイクっていうところで、あの以前の動画でロングビーチデッドスポットに来ますよってやつ撮ったと思うんですけど、そこの近くになります。そう、朝来るとやっぱりあれだね、朝じゃないか、昼間に来るとちょっと表情がやっぱ違いますね。さあさあ何があるのか行ってみましょう。さあ着きました。はい、あパイク見てきましたけど、ちょっとねお目当てのものがなかったので移動します。明日サーフィンするのでちょっとポンチョが欲しくて、最初いらないだろうと思ってたんですけど、やっぱりねサーファーはポンチョ必須です。というわけでちょっとポンチョ買いに行っていきたいと思います。行ってきます。I'm looking for ponchos. Wetsuits? For wetsuits. All black, stripe one, and then a blue stripe one, red, and this one. And then you can check upstairs and see what we have. Okay. They'd be up there to the right. Okay. Thank you so much. じゃあ買っちゃいました。ポンチョです。あのポンチョっていうのはサーファーがあのウェットスーツに着替えたりとかするときに着るちょっと大きめのなんかドレスみたいな、ドレスタオルみたいなものになるんですけど、ちょっとね、それがずっと欲しくて、そうなんかでっかい T シャツであのパンツ脱いで僕着替えてたので、いいのが買えてよかったです。ね、これと欲しかったピアス、海の柄のピアスを買っちゃいました。ちょっとつけてきます。まあ、あとは普通に帰りますので今日はここまで。面白い動画ではないよね多分。あでもアメリカが分かればいいかな、アメリカを楽しんでいただければいいかなと思いますので、よっ、次の動画でお会いしましょう。チーズアウト。はい、とりあえず一旦上がりました。どうですか、かっこよくない？ポンちゃん、これでお着替えするやします。あのスーツをね着る、あの脱ぐと全裸になっちゃうので、これでこう隠しながらやる用のポンチョになります。かわいいっしょ。